ラッセン火山国立公園、ラッセン火山国立公園、ラッセン火山国立公園、ラッセンバルキャニックナショナルパークはカリフォルニア州北中央部にあるアメリカ合衆国の国立公園である。公園にそびえた土物はラッセン山である。ラッセン山は世界最大の溶岩ドームであり、カスケード山脈で最も南にある火山である。ラッセン火山国立公園は 1907年、セオドアル・ウズベルト大統領により2つの別々の国定公園として指定されて発足した。すなわち、シンダー・コーン国定公園とラッセン山国定公園である。ラッセン地域における火山活動の熱源は、北カリフォルニア海岸沖の北アメリカプレートの下に潜り込むゴルダプレートの沈み込みである。ラッセン山周辺地域は、 以前火山活動が活発で、沸騰する泥水泉、臭い噴気口、激しく泡立つ温泉が見られる。脱線火山国立公園は、4種の火山すべて、溶岩ドーム、縦状火山、噴石球、清掃火山がある、世界でも数少ない地域の一つである。公園へは、カリフォルニア州道89号線と、 カリフォルニア州道44号線経由で行くことができる。89号線は公園の中まで続いている。89号線は公園を南北に貫いて走っている。南はカリフォルニア州道36号線に始まり、北は44号線で終わる。89号線は脱線山のふもとのすぐ近くを通っている。合計で5つ。 公園への自動車の入り口がある。すなわち、南北の89号線での入り口、未舗装道路での南にあるドレークスワットとジュニッパー、北東にあるビュート湖の入り口である。公園へは公園に続くパシフィッククレスト自然歩道だけでなく、東のカリブルウィルダネスからの歩道、南のウィロー湖とリトルウィロー湖からの2本の短い歩道を歩いても行くことができる。以前は、 城内施設を有する大きな山荘、脱線車例が南西入り口付近にあったが2005年に取り壊された。新しいフルサービスのビジターセンターが同じ場所に建設中で2008年に完成予定である。脱線スキー場も古い山荘のあった場所の近くにあったが1992年営業を停止した。すべての関連施設は撤去されている。 公園の面積は4 2 9方メートル10万6000エーカー。2006年の公園への訪問者数は38万8741人である。白人入植者が初めて、ラッセン山を見るはるか以前からネイティブアメリカンがこの地に住んでいた。ネイティブアメリカンはラッセン山が火と水に満ちていることを知っており、いつかバラバラに吹き飛ぶと思っていた。 19世紀半ばの白人移住者は、ラッセン山を肥沃なサクラメントバレーへの旅行の目印として利用した。これらの移住者のガイドの一人が、デンマーク人のピーター・ラッセンという名のカジアで、1830年代にカリフォルニア州北部に住み着いた。ラッセン山は彼にちなんで名付けられた。後に、公園を横切り、噴石球と大洋岩層を通るノーブルズ・エミグラント。 歩道が設けられた。1850年から1851年の矛盾する新聞の目撃者団によると、噴石球と大溶岩層地域において恐ろしい高さにまで火が吹き上がり、燃える溶岩が山腹を流れ落ちると表現された。最新では1859年にある目撃者が空に炎が上がるのを遠くから見たと通報し、それを噴火によるものとした。 早期にはその噴石球を研究していた地質学者と火山学者は最後の噴火は1675年から1700年の間に起きたと結論づけていた。1980年の1000とヘレンズ山の噴火の後、米国地質調査所はカスケード山脈の他の活火山体の潜在的なリスクの採氷を始めた。噴石球のさらなる研究によれば、 最後の噴火は1630年から1670年の間に起きたと見積もられている。脱線地域は当初脱線山保安林として保護された。その後、脱線山と噴石球は1907年5月、セオドアル・ズベルト大統領によって国定公園に指定された。一連の大小様々な噴火が、 脱線で1914年5月に始まり1921年まで続いた。これらにより新たな噴火口ができ、溶岩と大量の火山灰が噴出した。幸い、警報のおかげで死者は出なかったが、川沿いの家屋がいくつか破壊された。1917年を通して続いた噴火活動と火の打ち所のない火山の美しさのため、脱線山、 噴石球とその周辺地域は1916年8月9日国立公園に指定された。47km29 マイルのメインパークロードが1925年からラッセン山噴火のちょうど10年後の1931年にかけて建設された。ラッセン山の近くでは道路は 2594m8512 フィートの高さにあり、 カスケード山脈では最も高いところを通る道路となっている。ヘレンコの近くの道路に12メートル40フィートの雪が積もるのは珍しいことではない。1974年、国立公園局は米国地質調査所の勧告を受け入れ、マンザいたこのビジターセンターと宿泊施設を閉鎖した。調査所は、これらの建物は地震や噴火が起きた場合には、 慶応水岩山からの岩盤滑りによる被害を受ける恐れがあると述べた。老朽化した地震観測点はまだ残っている。1980年のセントヘレンズ山の噴火の後、米国地質調査所はカスケード山脈の活火山、潜在的な活火山の監視を強化した。ラスセン地域の監視には地殻変動と火山性ガスの放出の定期的な測定及び 地域の旧の地震系のネットワークから面倒パークにある米国地質調査所の事務所への継続的なデータの送信が含まれる。1万1火山活動の顕著な活発化の兆候が検知された場合には米国地質調査所は危険を評価するため直ちに科学者たちと特別性の携帯監視装置を配置する。さらに国立公園局は 噴火が差し迫った場合に国民を保護するために実行される緊急時の対応計画を策定している。公園はサクラメントバレーの北端近くに位置する。公園の西部分は大きな溶岩戦頭、溶岩流によって生み出された大きな山、ギザギザの噴火口、湯気を出す硫黄の噴気口を特色とする。氷河によってできた峡谷によって切り分けられ湖が点在し流れの 早い、澄んだ川が流れている。公園の東部分は、海抜1 6トル、1マイル超の広大な、溶岩大地である。ここには、小さな噴石球、フェアーフィールド山、ハット山、クレーター山がある。この地域には、松ともみの森があり、小さな湖が点在するが、いくつかの川がある。ラスセン第地の南端をおなすワーナーバレーは、温泉が特色となっている。 ボイリングスプリングスコ、デビルズキッチン、ターミナルガイザー。この木々に覆われた、険しい谷には、また、春には、花が咲く広い草原がある。ラッセン山はデイサイトでできており、世界最大の溶岩ドームの一つである。また、ラッセン山は、カスケード山脈、とりわけ山脈のシャスタカスケード地域の最南端の、活火山である。高さ3、187メートル。 1457フィートの火山は、手浜山の残骸の北東の山腹にある。手浜山はラッセイ山より305メートル、1000フィート高く、ふもとが18から24キロメートル、11から15マイル広かった清掃火山である。一連の噴火において、稼働を空にし、そのマグマたまりも一部同じように空にした後、手浜山は、 更新予行期において次回し、2マイルの広さのカルデラを形成するか、あるいは片岩を粘土に変える酸性の蒸気によって、たやすく浸食された。現在のカルデラの反対側には、ブロークオフ山、2815メートル、9235フィートがある。この山は浸食された、手浜山の残骸で、園内、第二の後方である。 コンラット山ディラー山パイロットさんもカルデラ周囲に残るて、浜山の残骸である。サルファーワークスは、ラ脱ン山とブロークオフ山の間にある地熱地帯で、今では失われた手浜山の火山塩水球の中心の近くの地域を示すものと考えられている。カルデラのその他の地熱地帯は、リトルホットスプリングスバレー、ダイヤモンドポイント、古い溶岩の稼働、 バンパスヘルである、脱線火山国立公園の地熱地帯参照。火山に燃料を供給するマグマは、カリフォルニア州北部沖の沈み込みに由来する。噴石球と大溶岩層は、脱線山の北東およそ1 6トル、10マイルにあり、最も新しくは1650年ごろ噴火した、噴石球とそれに付随する溶岩が流れた場所である。その噴石球は、 大洋岩層として知られる一連の玄武岩質安山岩から安山岩の溶岩流を生み出した。公園には四つの縦状火山がある。すなわち、ハークネス山、公園の南西角、レッド山、南広市の境界、プロスペクト山、北西角、レーカー山、ラッセン山の北である。すべての火山は、海抜百三十三メートルから五百六十メートル。 7000から8400フィートの高さで、いずれも噴石球を有する。氷河期に氷河が公園内の古い火山を変え、侵食を促した。積雪の中心、従って氷河の氷の中心は、ラッセン山、レッド山、レイカー山であった。従って、これらの火山は、公園内の他の火山より、氷河による傷跡が多く見られる。現在ラッセン山には、 氷河はないが、がの永久雪原がある。公園全体が中高地にあるため、一般的に2286メートル7500フィート以下の場所では冬は寒く、夏は暖かい。この標高を超えると夏は涼しいが冬の寒さは厳しい。海岸山脈から雨影がないため、公園内の降水量は多いあるいは非常に多い。公園は スリーシュスターズ以南のカスケード山脈のどの場所よりも降水量を多い。高さ2042メートル6700フィートのラッセン山車齢の降雪は東向きにもかかわらずおよそ10.9メートル430インチに達する。さらに高い2500メートル8200フィートのヘレンコ周辺では 降雪はおよそ15.24メートルマイナス17.78メートル600から700インチに達し、カリフォルニア州ではおそらく最も雪深い場所となっている。その上、ヘレンコは最大積雪量4.52メートル178インチで、カスケード山脈の火山周辺の速攻所のどこよりも平均降雪量が多い。雪溜まりは年中残っている。 新生代において大規模な火山活動に伴うシエラネバダ山脈の隆起と西方への傾斜巨大ならハある火山泥流を生み出し、先進予においてトスカナ地層となった。国立公園内でこの地層が地表に露出している場所はないが、多くの地域で地表のすぐ下にある。また、先進予において公園の南部で玄武岩質の溶岩が河口と亀裂から噴出した。 これらのそしてその後の溶岩は、次第に広い地域を覆い、溶岩大地を形成した。先進予の後期、そして後進予に入って、これらの玄武岩質の溶岩は、これに続く、厚く流動性の高い安山岩質の溶岩に覆われた。この溶岩を、地質学者は、ジュニパー溶岩ツインレイクス溶岩と呼んでいる。ツインレイクス溶岩は、黒い半岩で、 石英の捕獲結晶が多く見られる、噴石球と大洋岩層を参照、フラットアイロンと呼ばれる異なる安山岩質の溶岩流のグループが、この時期に噴出し、公園の地域の南西部を覆った。この時代まで公園は、比較的特徴のない広い溶岩平原だった。その後、今は、公園となっている地域の東の境界沿いに、東部原部岩質の溶岩流が噴出し、 後に侵食により起伏の多い地形となった小高いを形成した。それから火災噴火が公園北部地域の火山塩水球に手札を積もらせ始めた。手浜山、ブロークオフ火山という名でも知られるが、更新予において公園の南東隅に清掃火山として隆起した。手浜山は大雑把に言って安山岩室の溶岩層と手札、火山灰、隠れ木岩、 軽石層が交互に並んでできており、標高が高いほど手札の量が多かった。手浜山はおそらく高さ約3,400メートル、1万千フィートであった。およそ35万年前、その火山塩水球は一連の噴火においてその火働を空にし、マグマだまりも一袋にした後に自戒し、3キロメートル、2マイルの広さを持つカルデラを形成した。 脱線山が今ある場所でこれらの噴火の一つが起き、流動性が高く、黒いガラス室のデイサイトで構成される457メートル1500フィートの厚さの層を形成した、脱線山の麓で、円柱状の岩都市地表に露出しているのが見られる。現在のビュルム氷期の氷河時代、氷河期に氷河は、手浜山の残骸を含め公園内の古い火山を変え、侵食を促した。 しかし、これらの多くの氷河の特徴、すなわち堆積物と傷跡は、手札と雪崩によって覆われ、あるいは噴火によって失われた。ザット27000年前、古いデータでは18000年前、ラッセンさんは、手浜マ山の崩壊した北東斜面を押し分けて、素早く進み、デーサイトの溶岩ドームとして、形成を始めた溶岩ドームが形成されるにれ、 上部大岩が砕かれ、新しく生まれた火山の周囲に、外水の毛布を作り出した。ラッセン山は隆起し、現在の高さに比較的短期間で、おそらくわずかに3年で達した。ラッセン山も一部氷河期の氷河によって侵食されたことがあり、少なくとも氷河の一つは、ラッセン山自体から1 1トル、ナノマイルも伸びていた。その時以来小さなデイサイトの溶岩ドームがラッセン。 山の周囲に形成された。これらのうち最大のものが、京王水岩山で、ラッセイ山の真北にある。水蒸気爆発、デイサイトと安山岩の溶岩流、噴石球の形成は現代まで続いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。